ニュルンベルクヘップ線は、ドイツのニュルンベルクとチェコのヘップを結ぶドイツ鉄道の、鉄道線の名称である。路線番号は860だが、ニュルンベルク近郊では891、チェコ国内では179が割り当てられている。列車は、ニュルンベルク中央駅から東の方に向かい、エスバーン駅のドユレンホフ駅の側面を通過し、左に曲がって走る。その後レーゲンスブルク及び、 シュバンドルフ方面の鉄路の下を横切って、ボエルダー港を渡る。本線は、ニュルンベルクの聖ジョプストックとエアレンシュテゲンクの南側に続いて、ベイリンガースドルフ駅とリュッカースドルフ駅を経て、ラウフ駅に至る。ヘルスブルク付近の三線鉄道アウトバーン9号上の高架橋を通過した列車は、ノインキルヒエン駅に到着する。その駅から、ジンメルイコールヒューテン。 バッハ方面のシュナイッタホハ谷線が分岐する。列車は続いて、ライヒエンシュバント駅を経て、ヘルスブルク駅に向かう。ヘルスブルク分岐点から、本線は左に曲がり、ペグニッツ駅までペグニッツ側に沿って、フレンキシェシュバイツと、自然公園のフェルデンシュタインの森を貫通する。この区間には25個のペグニッツの鉄橋、7つのトンネルがある。本線は、 ペグニッツ駅から国道2号及び85号と並行してシュナベルバイト駅に至る。そこでバイロイト駅方面の線路が分岐する。列車はまた東に向かってキルヒエンライバッハ駅に至る。バイデンバイロイト線がその駅で X 字の形で交差して続く。キルヒエンライバッハ駅は過去には車両基地がある主要駅だったが現在は6つの線路がある。 乗り換え駅に過ぎない。その駅から、本線は、北東側に向かって、フィヒテル山地の南の地境に沿って続く。レナウ町の近くに、列車は右に曲がり、アルマンベルクトンネルを通過し、ノイゾル川駅に至る。1984年までその駅から、フィヒテル山方面の鉄道が分岐した。列車はまた西北の方に向かい、ランベンタイルレントンネルを通じてエルベ川へコール。 ドナウ川の水分解を過ぎ、マルクトレドビツに到着する。列車が、マルクトレドビツ駅から北東の方に向かってアウトバーン93号の下を横切り、国境線まで国道303号に沿って走る。本線はアルツベルク駅からシュイルンディング駅に続き、ヘップ駅に向かう。ヘップ駅の前にはベローンプルゼニ、ヘブ線が本線と合流する。一方バイロイト方面の線路は、 シュナーベルバイト駅で本線から離れて、赤マイン側及び、国道2.85号と北の方向に並行する。クロイツシュタイン分起点では、旧、バイロイト、ホルフェルト線が合流し、東側より、バイデン方向の線路が接近して、分岐器なしで、シュナーベルバイト、バイロイト線と、並行する。列車が、バイロイト中央駅に到着すると、そこでバルメンシュタインの派及びのイエンマルクとビルスベルク。 方向の路線が続く。ニュルンベルクヘップセンははじめにニュルンベルクとノイエンマルクトビルスベルクでルートビ避難北鉄道の支線と連結されるバイロイト区間を結ぶ鉄道路線として構想された。バンベルク経由の迂回路線は満足な解決方法ではなかったため直接に連結される路線が計画された。4つの路線案の中で ノイハウス・ペグニッツ区間が採択されて、1874年建設プロジェクトは、1877年7月15日、ニュルンベルク・シュナーベル・バイト・バイロイト区間が、フィヒテル山地鉄道として開通された。この路線は1878年8月15日、シュナーベル・バイトから、マルク・トイコール・レロビッツまで、1879年11月20日に、 シュルンディングまで延伸された。ボヘミア地方への路線延伸は、当時には経路に関する論争のため遅延されていた。当時のエガー駅で、鉄道線路の合流に従う付帯費用は、王立バイエルン国有鉄道、王立ザックセン国有鉄道、フランツヨーゼフ皇帝鉄道、ブシュテーラと鉄道の間に算定されたので、バイエルン王立鉄道はヘプへの延伸を避けることを望んだ。 1883年11月1日最後の部分であるシュルンディングヘップ区間が開通された。1898年より1899年までニュルンベルク・マルクとレドビッツ区間で2番目の線路が追加され、1901年より列車は複線線路に投入されている。1945年4月12日列車運行は終戦協調の結果で、 シュナーベルバイト・バイロイト区間を含めて中止された。その前に列車は戦闘機の地上攻撃のため夜間にか通行していなかった。列車運行は同年6月8日にバイロイト・ペグニッツ区間に再開された。一方チェコスロバキアでは国有鉄道が終戦後に国内の区間を損傷なしに引き受けた。1992年車体傾斜式車両である610。 軽機動車はこの路線に導入され、最大の時速 160km の走行が可能となった。2003年この路線は、連邦交通計画2003-16号プロジェクトの目録に属することとなった。総費用は、連邦政府から4億6000万ユーロで配当された。2006年12月10日、定期時刻表変更の時に、フランケンザクセン急行路線が廃止された。 インターシティを取り替えた。2012年12月9日には、遠距離列車編はこの路線ではもう存在しない。2015年チェコ国内の区間は、総高速力時速 120km まで、回収された。ドレスデン行きフランケンザクセン急行の DB612、軽機動車2012年12月9日から、特急列車は運行されていない。貨物列車は、 毎日15、20ペンほど運行されている。ニュルンベルク、ハイデナープゴエプマンスビュールニュルンは、ニュルンベルク広域運輸連合に属する。ニュルンベルクシュナベルバイトンに、R3、ペグニッツ、ハイデナープゴエプマンスビュールニュルンに、R33 の路線番号が付けている。下記の系統が運行されている。1時間に1本の運行。シュナーベルバイトバイロイト線に直通する。 ノイハウスを通過し、代わりにハースブルックに停車する。1時間に1本の運行。ハースブルック伊藤は875線に直通する。下記の系統が運行されている。1時間に1本の運行。ノインキルヒーエン伊藤はシュナイタフハタル線に直通する。平日はニュルンベルクのインキルヒーエン間で快速運転し、ニュルンベルク東駅、または ルッカースドルフ駅の片方にのみ停車する。休日は運行されない。1時間に1本の運行。各駅に停車する。1時間に1本の運行。レーゲンスブルク近郊鉄道であるアギリスによって運行される。大部分がマルクトレドビッツ伊を855号線のホフに乗り入れる。かつては半数が867号線のバイロイトに乗り入れていた。 使用車両は、レギオイコールシャットル1。以下では、ドイツ国鉄8 6 5号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを、一覧表で示す。<noise> ABC ウィルフリードレーティング、ブラウン、ating, Brown, V シェプ、タ <noise> イボンリティポティエチレインデアエブレキオ、イーグレンシス、バーラグジャクビー、フロウロイト2007。 ISBN 978から3から93万7228から01から 3S75 ハットピーター・イングリブレイクとデア・クレグ・イスト・アオスフリューヤー1945イン・オバー・フランケンスパス・リングバイセンスタット 2015ISBN 978から3から94万2668から23から1 S50、ピーター・イングルブレイクと、オーパス、CIT、S47、ハット・ペンドリーの、アプシット、フォン・アイナー・エファジス・ジェシクト・バイ、ノード・ペイ・リシャー、クリア、で、アブ・ジェロ・ファン・エイム・サウン、エープリル、2016、エレクトリス・ウント・ウィーダー・ミット・アイス・フォン、ニュルン・ベルク・ナー・ハドレスデン、イン、デア・モービラ・テイツ・マナジャー、12、12、2007、アーカイビット・フォーム、 オリジナル AM4 毎2013-2016年5月27日閲覧アイゼンバーンマガジン1 2015 S27 ニュルンベルク広域運輸連合の快速および普通列車路線図 VGN の資料オーバープハルツ鉄道の車両アップ部の資料ありがとうございます